はい、皆さんおはようございます。中村悠平です。宮野俊一です。そして、あ、おはようございます。本日は3人ではい、お送りいたします。はい、今回ね、私沖縄南国です。はい、ね、今まではね、四国、九州、そしてまた四国、そしてまた九州、そして九州っていうね、ばっかりでしたけど、ついに私たち、沖縄の地へと、行ってまいりたいと思います、ね。宮野氏は、学生時代の修学旅行以来と、安倍氏はなんと初めてだということで、新鮮味たっぷりな感じの旅行となりそうな感じでございます。ということでですね、初の3人でお送りする初だね、はい、沖縄レポでございますんで、皆様どうぞお楽しみに。一体どうなんでしょうか。うん、近っ。出発って感じ。そうだね、飛び出しの朝の。そう、席がバラバラって言うね。してます。阿部さんが今沖縄の地に入りました。連想で熱っ。はい、着きました、沖縄でございます。はい、どうですか、初沖縄に上陸した感想は。暑い、やっぱ暑い。暑い、なんかやっぱりでももわっとしたね。もわっとした、うん、みんなね同じ顔してるね。ああ、確かにすごい、撮影中を撮影する人は初めてだね今ね。僕も2年ぶりの沖縄でございます。これからね、途中までがですね、モノレールでなんと、数分ということでですね、非常に便利な場所でございます。というわけでこれから沖縄ユイレールに乗って、都市部に移動したいと思います。天気は晴れ、晴れ男ということで、沖縄2泊3日スタート。近いからまたはい、サザンスターってなんだろう。ビールの種類かね。あ、オリオンビールありますよ。沖縄そばとソーキそばって違うの。あー、それね、前引きたき調べたんだよな。だ、豚、あの上のね、肉の違いだね。肉が違うね、うん、味付けは一緒。そう、手引きそばね、多い。手引きそばありますゴーヤチャンプルもある。じゃあ行きますか、早速の1軒目。食券です。はい、はい、じゃあとりあえずまあ一つ来たんで、まあ、オリオンビールで
じゃあ発音しよう。メンソーレ。メンソーレ。見やすいね。うん。なんかスッとしてるんだね。うん。うん、ああ、そうだね、なんか違うね。いやー、最初の1軒目は空港内空港食堂あんまじゃん。そう、こういうね、僕と何や、俺とあちゃまがソーキそば、そうで、しゅんくんが沖縄そばでございます。はい、こんな感じ。はい、ね、この肉が違うんですな、上に乗ってるんですな、うん、すごい、なんか CM みたいになってるよ、このピンが楽譜に入って宣伝みたいな。そう、いただきましょう。あー、なんか懐けあー、この優しい香りね。いただきます。おー、うん、すげえ、あっぱれ。うん、あ、お肉美味しい。こうね、脂身がたっぷり。全然二日酔いでも食えるね。うん、むしろ本当こういうのことさ、お酒の締めにいいんだろうね。いやー、でもなんか人生に酔っ払いそうだね、いきなり昼間からちょっと全然天気いいよ。どこが体型だよね。どこが雷雨やねん。さすが俺です、晴れ男です。麺がツルツルしていいね。多分沖縄編集、沖縄編の第1話は多分ここで終わる。ここでひたすらそば食ってるところ多分終わると思う。まだそのパターンで見てる人に、そば食いてって思わせる、その。味がなんか澄んでるね。うん。あ、うん、スープもあっさりしてて美味しい。そしてね、まだビールが結構あります。これ初だから結構飲める。そっか。まあ、とりあえず天気も美味しい。国際ではあるこうか。荷物置いて。いや、チェックインまだできないから。うん。いやいや。あ、でも荷物だけ預けられたもん。まあ、やったことあるという。パンパン持ってきてよかったな。あ、そう。まあ、コーチ。いやいやいや、その道はないよ。パンパンつけた。今、コーチ行って、あの、出すか。困るね。こんなのっつって。こんなのっつって。稲葉浩二が空港みたいになっちゃう。あれ空港で結局買わなかったの？あれは買わなかったの？パンツは。
使ってない。ナバパンツは。ナバパンツ。絶対高いから。あ、そうだね。また戻ったら買おうかなと。なんかあのジーンズのショーパン型のなんかパンツやってて、あーちゃんがそう大層お気に召されて、パンツもパンツだけどベルトループもあってケツポケットもあって、デニムっぽいけどポケットだけいろんな柄、パンダ柄とか可愛らしい柄で、パッと見デニム。でも竹のサイズがやば格子。パンツだから。ギリギリの感じだ。そう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 。ちょっと。最初ね、男もんか女もんか分かんなくて、マネキンの前見たらこんもりしてたから、そう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 、メンズだと思って。そう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 。あっちー。熱い。ああ。ごちそうさまでした。